はい、それでは今日の授業を始めます。コピーをね持ってきたんで、皆さん一部ずつ取ってくださってますでしょうか。足りなくなってると心配ですけど大丈夫ですね。でまあ、その話は後、そのコピーは後で使いますが、先週はバッハについて、まあ、どっちかというとバッハ そのドラマティックな側面というかね、実に感情の表現が直接感情を表現するような曲をあえて選びました。今日はちょっと反対で、ちょっと理屈っぽいっていうかね、あるいは哲学的っていうか、ちょっと難しく聞こえるかもしれませんけど、でも音楽ですからね、音の中に全て語られていますので、とっても分かる話なんですね。まず皆さんがよく弾く曲でパルティータの1番というのがありますね。でパルティータの1番、最初プレリュードがこういうふうに始まります。ちょっとこの主題を考えてみてほしいんですけど、この主題がですね、このベーの音から始まって、まず最初2度、3度、4度とこれが広がりますね。広がる主題です。で今度は3、4、5でまた6、7、8、最後8度にまでこれが、広がっていきます、ね、これはつまりこの1度から始まって1度から8度まで広がる主題なんですね。こういうのを見た時にバッハ的な考え方っていうのを皆さん覚えてほしいんですけど、これ単に 1度から8度までやってるねって そこで終わる話じゃないんです。なんかこれはここに隠された意味があるわけです。その何の意味もなくバッハっていうのは曲は作らない人なんですね。でこのパルティータの1番というのが先週ちょっとお話しましたバッハが、ケーテンというね国、公国、要するに公爵様が治める国、公国ですね。でこのケーテン公国の宮廷学長になったところまで先週は話しましたが、そのケーテンの公爵様レオポルトっていう人ですけど、この公爵様の第2番目の子供が生まれた時に誕生祝いとしてこの曲をバッハはプレゼントしてるわけで、プレゼントというか、まあ、身分の上の人ですから、まあ、捧げてるわけですね。で子供の誕生祝いにこの曲を送ったと。そしてこの主題もうそこまで来たらもうバッハの意図は明確です。というのはこういうふうに1度から2度、3度、4度、5度、6度、7度、8度、こういうふうに上がっていく。これは、ま、間違いなくこれは子供が成長していく、姿ですね。要するに1から始まって8度、8度っていうのは今日何度も出てきますがオクターブですけど、これは完成された状態、完全な姿を表しています。オクターブはね、だから子供がどんどん成長して立派な大人になってほしいという気持ちをこの主題に込めているわけです。これはもう間違いないことです。これが誕生祝いであるということからして、この次第がそういう祈りを
要するに祈りが込められているわけですね、この次第にね。でこの曲はその後どうなっていくか、この次第がね、あのこのプレリュード、短いプレリュードですけど、その間に6回出てくるんですけどね。最初が、あのさっきやったね、子供が遊んでるようなあの素晴らしい音型ですね。でここは第2番目の主題、ここはバスでね、バスで2回目の主題来ましたね。で次主題いきます。ところがこの3回目の主題はこの5度まで上がったところでそこで終わっちゃうんですね、ま、あの終わっちゃうというか5度から上先行かない、また2度に戻っちゃうわけです。5度まで行ったのに上の8度まで行かないで2度に戻ってしまいます。でなんとなく悲しげなモールの終止形になりますね、ここでね。なんか この3回目の主題のところで人生ちょっとつまずいて上まで行かないでもう一回やり直しましたみたいな感じですね、ここね。4回目の主題、ここまでこれを4回目もですね、5度まで行ったらそこで折り返してしまう。でも折り返すんだけどここでは前みたいにポシャって終わるんじゃなくて、4回目みたいにポシャって終わるんじゃなくて折り返いっぺん下に下がるんですけど、そこから飛び上がって7度飛び上がって、で最後に8度へ飛び上がって、ここは単に挫折はしたんだけどその後飛び上がるっていうことをやりますね、5回目ではね。これがすごいね。これが5回目ですね、5回目の次第。ここでやっと8度まで順当に上がる次第が出てきました。ここではなんとね8度を超えて9度までいってるんですけどね、うん。で最後ここで6回目の最後の主題出てきます。この最後の主題においてはもう完全に完璧な8度まで上がっていって、しかもその8度の音がこの曲の中で最高の一番高い音になってますね。これ一番高い音、もうここ以上いかないっていう、そのもう人生の、最終目標というか、そういうところまで行きましたという、大変めでたい音楽になっています。でもね、注意してほしいのは、めでたいのはめでたいんですけど、普通だったらめでたいことしか言いませんね、あの誕生日なんてね。ところがバッハはその真ん中の2回でもって次第が途中で挫折する、途中で上まで登っていかない、
登っていかないのを何とか しなきゃっていう、その人生というのは挫折するもんだよっていうことをちゃんとここに描き込んでるわけです。誕生日のプレゼントなのにもかかわらずそういう不吉なことも言っているわけですね。ここがバッハです。実にバッハです。これがもしも相手に分かっちゃったら、なんでそんな不吉なことをここに書き込むんだって文句が来るかもしれません、かもしれませんね。でも物の分かった人であれば、なるほどね、挫折してもそこからまた起き上がって最後は完成されたところまで行くのねっていう、その実に、深い音楽だなということを分かるだろうと。でこのレオポルトさんっていうこの公爵は物の分かった人であったようですね。だからこそバッハもそのこういう曲が書けたんだと思います、ね、今言ったようにこのバッハの人生というのは一遍挫折をした。先週言いましたな、バッハはいろいろ問題を起こして32歳の時にね、問題を起こして牢屋に入るという、これは非常に不名誉なことですね。今でも不名誉ですけど、もちろん当時としては絶対隠したい。だからバッハのいわゆる公的な伝記にはそんなことは書かれていないんですね、当時の伝記。今でもバッハの伝記の中で、まあもちろん触れられてはいますけど、非常になんというかそっと触れるっていうかあんまりたくさんは書かれていません。そのぐらい不名誉なことです。前科一般ですからね、とにかくね。そういうバッハは順調に登るかと思ったら一度は挫折をする、挫折したけどもそこから立ち直るぞというその決意、これも人並みじゃなかったわけです。でそのことが音楽に現れている例をいくつか見てみたいと思います。この頃書かれた、この頃よりもうちょっと前でしょうかね、書かれたフーガがあって、これはオルガンのためのフーガなのでここではあんまり深く立ち入りませんが、その主題だけちょっと聞いてください。ですけど、この主題がね、このまずドレミファと4度上がります。で4度5度に行くかと思うと一遍下がります。こう下がってからここから5度に向かって飛びます、ね、4度まで上がってそこから下がって5度へ飛ぶっていうこの図式ですね。この主題をまずがオルガンフーガがあって、でこの主題をバッハはもうちょっとコンパクトにしたのが有名なインベンションの1番の主題です。インベンションの1番は皆さんご存知のようにこうですね。でこれも4度まで上がりますもんね。そこからジグザグに降りちゃいます。最初に戻っちゃってそこから5度へ飛ぶ、わかりますか。4度まっすぐに上がってジグザグに降りてそこから5度へ飛ぶ、こういう形ですね。これがインベンションです。でインベンションというのは、これもよく知られていることですけど、バッハが子どもの教育のために書いたということになってます。あるいは後には生徒の教育にも使ったんですね。学校、まあ、いわば教則本のようなものですけれども、このインベンションはね、演奏のつまりこれを練習 しましょうっていうもちろん教材でもあったんですけど、作曲のね、作曲の教科書でもあったわけです。どっちかっていうとバッハとしては作曲、こういうふうに曲を作ってほしいっていう、そのもちろん演奏もすごくこれは勉強になるわけですけどね、だけど作曲の手引きでもあったわけですね。で
例えばどういうことか、あのワッハが伝えたかったこと、このインベンションは、インベンション1番はまず小節数を数えると22小節あります。でこの22っていうのも偶然そうなったわけではないんですね。この場合22というのはラテン語のアルファベットの数なんです。ラテン語のアルファベットをちょっと出してください。これは今の、あの僕らが馴染んでいる英語のアルファベットよりも少ないんですね。V とか W がないんです。そして J っていう字もありませんでした、ラテン語にはね。 J、 みんな J は I になるわけですね。V とか W は全部 U になるわけです。うん、このラテン語アルファベット22文字、これがね、つまり日本語で言えばいろは四十八文字って昔ね言いましたけど、まあ五十音でもいいけど、とにかくそういう、これさえ覚えればヨーロッパの大体の言語は読み書きができるねっていう、その基本の文字、この基本の数、これが22と。だからこのインベンションの一番もまず22小節で作ろうとね。まあこじつけのように聞こえるかもしれないけど、こういうことがバッハっていうのは大変好きな人でした。数字を合わせるっていうことね。でこの22小節の中にさっきの主題が何回出てくるかっていうことなんですけど、これはたくさん出てきますが、はちょっと弾いてみますね。これが反対に動く反向形と言いますね。つまり、4度上がっているので反対に動くってことは4度下がるってことね。つまり全く反対に、鏡合わせのように動く、これを反向形と言いますがね。だからここでこれは数えてみると分かること、誰でも分かることですけど、37回主題が出てきました。37回。でこの37っていう数字もただ偶然そうなったわけではありません。これ37っていうのは22プラス15です。22っていうのは、さっきも言ったように、あのラテンアルファベットの数ですね。でこのインベンション1番の小節数でもある。それにプラス15というのはこのインベンションの全体の数です。15曲からなってるんですね、インベンションがね。でこの22と15を足して37回、これはもうバッハ最初から37回主題を出してやろうと思って作ってるわけですよ。しかもそれを22小節の中に収めなければいけない、ね、パズルのような話ですけど、そういうことをバッハ好んだわけです。でこういうふうにだけど言うとね、すごく数学的、まあなんていうか理屈っぽいというか、数学的っていうかパズルのようなというか、そういうふうに思うでしょうし、実際そういう部分がありますが、でも今あの
聞いてもらったようにとっても音楽な音楽的にとっても素晴らしい、だからそんな理屈っぽい音楽には聞こえないんですね、そこがバッハのやばすごいところですね。大体どっちかに偏るわけですよ。つまり感情的に豊かな音楽とか流れるような音楽とかいうのはいっぱいありますけど、そこにはそのそういう哲学的なというか数学的な柱が ないんですね。で逆に数学的にすごくよくできた音楽っていうのは世の中にたくさんまたありますけど、そういうのは逆今度はそういう美しさ、流れるような美しさとか感情表現の美しさはない。ところがバッハっていうのはその両方を同時に叶えようとしてるわけです、ね、そこがちょっと違うところなんですね、他の人とバッハがね、そこをちょっと分かってほしいなと思って今こういう例を挙げていますが、でインベンションの一番ですけどね、今の、まあ、皆さんよくご存知のバージョンなんです、このこれですね。ところがバッハはここで終わらない、ここでこの曲完成とはしなかったわけです。この後に最後にバッハが作った譜面ではこういう風になっています。つまり3連符に、ここが3連符になって、ファミレミレドっていうね3連符になっているんです。でこれがバッハ最後に到達したこのインベンション一番の形なんですが、これで話がよくわかるんですね、実に。というのはもしもこのこれだとですね、主題の音の数が 1,2,3,4,5,6,7,8,8 個しかありません。8ではちょっと数字が中途半端なんですね。ところがもしもこれを3連符にするとこれになると、この主題が10個の音からできることになります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ね、10個の音になります。でこうすると10という数字はとってもこれやっぱり完成された数字、完全な数字と昔からされています、ギリシャ時代からね。だからこれは神の数と言われていたわけです。10にするっていうのには意味があったわけですね。でしかもです、しかもこれこうすることによって、まず4度上がった後、4度上がりますね最初、そこからこういうふうに滑り落ちるような、なんか滑って転ぶような感じになりますね、この3連符を入れることによってね。これまあ装飾音形とも取れます取れますが、もしもこの音形に身振りをつけるとすれば、ここで何ていうか急に倒れ込むというか急に滑って転ぶみたいな身振りがつくと思うんですけど、ちょっとそれで弾いてみますよ。感じです。あんまり弾きやすいとは言えませんが、どうしてもバッハはこうしたかったようです。最後にね、このもう丁寧にバッハ自分の自筆でこの全部のこの音形に3連符を入れ挿入しています、ね、だから楽譜の解釈からすればこれがバッハの最後のこの完成されたこのインベンションの一番だということになるんですけど、あんまりこれがね弾きにくいからみんな皆さん弾かないんですけどね、その前の形で弾いているわけですが、本当はこうすべきなんです。でこれでもじゃあなんでねこの滑って転ぶような、身振りを入れたのか、それやっぱりさっきのパルティータの一番と同じです。人生というのはとまどうしても滑って転ぶようなことが起きるよということをバッハはどうしても言いたかった、どうしても子供たちに伝えたかったというふうにここからね読み取ることができます。どうしたって順調に上がっていくばっかりが人生じゃないよ、
途中で滑ることがあるよ。でもその滑った後、滑って転んじゃった後どうするかが問題だよって言ってるわけですね。で、大体その滑って転んだ後はビヨンとこう飛躍する、このインベンションの1番の場合でもですね、ここまで要するに転んじゃった後ここへポンと飛ぶ、5度飛ぶっていうことをここでも言っていますね、やっています。つまり滑ることはあるけどその後は飛躍しないといけないねっていうことをワッハはここに込めているわけですが、これがもっと徹底的に追求されたのが、平均率という言われている曲集の一巻の一番です。で、その曲を皆さん楽譜にしてちょっと配りました。で、ちょっとそこはしつこく分析をそこに書き込んでいるわけですが、そういう見方もできるよという、この曲なんかはもういろんな分析の仕方があるだろうと思いますが、バッハの考え方をに忠実にいくとこうなるというわけです。で、まずその平均率とね、世の中で言われているものですけど、私はこれを適正率というふうに呼んでいます。というのが、これもともとの題名がボールテンペリアでクラビア、英語で言うとウェルテンパードクラビアってありますけど、要するにテンパー、よくね、ボールというのはよくっていう意味です。テンパーされたよくテンパーされた鍵盤楽器っていう、そういうタイトルなんですね、これ。で、それをその明治38年ですけど、日本人が平均率と訳したわけです。ところがそのテンパーという言葉には平均というような意味はありません。テンパーというのはね、粘土をこねるというような意味から発して、テンプラチャーなんていうと温度、気温ね、気温なんかこう毎日毎日変わりますね。こう自然にこう変わっていくものをなんとかこう塩梅して過ごすみたいな意味がテンパーにあります。つまり塩梅という日本語もね、最近はあんまり使われませんけど、これもいろんな漢字があって、あんまさんのあんま、もんで配るっていう字もあるし、から塩梅っていう梅ね、梅干しの梅、ああいう字もあるんですね。だけど、とにかく塩梅というのが一番いい日本語だったんですけど、最近使われないので適正というのに訳しました。私はそう使っています。要するによく練られた、よく塩梅された、いい頃加減、ね、いい加減というとまた悪い意味がありますから、いい加減ですね、加減、その加減する、ね、温度が熱くもなく寒くもなくっていうような、そういうその加減というのがこのテンパーなんですね。だから適正に調律された鍵盤楽器という意味です。平均ではありません。平均というとみんな同じになっちゃうんですね。ところがバッハの使っていた調律法は同じではないんです。やっぱり波長調が一番よく響く、波長調、平長調、都長調などが一番よく響くような調律法を使っていましたから、全然平均ではありませんでした。だからまず平均率という日本語は間違いなんですね。間違いなんですけど、じゃあどうするんだということになって、私は適正率と言っていますが、これが決定版になるかどうかは分かりません。で、そんなこの言葉ですけど、この適正率、だからここでは私の役で適正率と言わせてもらいますが、この適正率曲集は24の長調と短調、つまり長調と短調12個ずつで24ですね。その24の全ての長調と短調にそれぞれプレリュード風画を作ったわけです。これ歴史上初めてのことです。それまで一番それに近くまで行ったのがフィッシャーという人の18の調による、プレリュードと風画っていうのが
それまでの最高記録だったわけです。これ今も残っていて引くことができますが、このフィッシャーのやったことは確かに立派なんですけど、全然その曲の規模がちっちゃいんですね。まあだからやればできるよっていう程度の感じの曲がいっぱい入っていて、ところがバッハの場合はその24の長調と短調によるプレリュード風雅がどれもこれもその一曲の分量というか規模もそれから完成度も高いですね。これはもう全然そうです。それで24のつまり長調と短調を合わせると24になるよっていうこともバッハの時代になって初めてみんなが意識するようになったことです。これもね、話し出すと長いから今説明ができないんですけど、ヨーロッパの音の組織というのは先方組織でずっと来たんですね、モード、ね、だからドリア先方なんていうそれが第一先方だったんです。それはレミファソラシドレがドリア先方、これが全ての基本だったわけです。でその第二先方は今度ミから始まって、これが第三先方ですね。第二先方はこのドリア先方のこれをラから始めて第二戦法というふうにね、ちょっと説明が難しいんですけど、そういうふうにつまりレから始まる、ミから始まる、ラから始まるっていう、それで戦法を区別していたわけですね、ええ、でその、ね、臨時記号はつきませんから、長これこうなるわけですね。このソから始まればこれはミクソリディア戦法といってね、そういうふうに。でもちろん実際には臨時記号がいっぱい使われていたわけで、そして結局それを臨時記号がいっぱい出てきちゃったら結局は短調と長調しかないねっていうことになって、戦法は2つしかない、つまり短戦法と長戦法っていう2つしかなくて、しかしそれをあらゆるこの12の音のあらゆる音から始めると24個の調があるねっていうことに話が変わってくるのがこのバッハの生きている時代、まさにその時代に変わってきたわけです。だからってことになったら今度24の調全部で曲書い誰か書いてみないのっていうこと、 誰がやるか、要するに一番乗りは誰だみたいな話ですね。それをバッハがやったわけです。まあそういうわけね。でこの24だから24っていうのがとっても大事です。24、そして、もう一つ知っておいてほしいのは、この間うちからこの間は愛を表すのにヨドを使うということを言いましたね、ヨドの加工、特にヨドの加工は愛を表す。でもなんでヨドの加工が愛を表すのか、これはギリシャ哲学から始まったことですけど、世の中っていうのは、4つの要素からできていると考えたわけですね、ギリシャ人はね。それが地水火風という大地、それから水から火、そして風というね、この 4大要素 で世の中はできている。 今は物理学で宇宙というのは素粒子からできているなんて言いますね、言いますけど、これをギリシャ時代からバッハぐらいまでの間の長い間、世の中っていうのは4大要素でできていると、地水火風というね、そういうふうに言われていたわけです。だから4という数字がちょっと特別だったわけですが、例えば愛っていうことを考えても、それはやっぱり大地の要素、つまり大地というのはお母さん、母体っていう意味もありますから、母体、それからそこから水というのは要するに血液とか精液とかそういうものね。でそれが今度は息、風ね、息がないと命にならない、で、まあ、命になるんですけど、それが火の要素ね、これは情熱がないと愛にならない、まあ、そういうふうに
この4大要素があって初めて愛になる。まあそれは命になると言ってもいいぐらいですね。意味は同じですが、だから4度というのは特別だというふうに考えられていた。バッハもそう考えているわけです。で、特に4度加工する、上からこう降りていく、これは涙がこぼれる時もそうだし、あの水っていうのはだいたい上からこう滴ってきますね。こうだからやっぱり人間の感情を表す時にはやっぱり上から下へこう降りてくる。でそれに対してこう何かが成長するっていうのは下から上に上がっていきますね。だから4つ上がるっていうのは何かが成長する、そういう意味を持っています。そこでこの適正率1番の風雅の主題を、その楽譜を見てください。この主題はどうなっているかというと、まず4と上がります。上がりますね、これはだから今言ったように人生が順調に成長していく、あの人間が成長していく、人生が順調にこう進んでいくっていう感じです、ね、ところがやっぱりここで転ぶんですね。明らかに滑って転んだような音形になっていますね。ここで転びましたよ私は、ということをバッハは言っているわけです。でその後しかし転んだだけでは終わりません。ここで跳躍、ね、三段跳びみたいに跳躍して、は そしてソに達しました。ソにね、つまりドレミファってソに行かない、ソに行こうと思ったら滑って転んじゃった。その後飛んで飛んでやっとソに来た、あーやっとソに来たっていうことですね。そしてその後ラまで行って、そこからラソファミと今度は4度下がって終わってます。4度加工して終わってますね。つまりこの主題によってバッハが言いたかったのは、人生というのは最初は順調にいってるように見えるかもしれないけど、やっぱりどっかで転ぶ。で転んだ後一生懸命飛躍飛躍飛躍を遂げて、やっと目的地に達して、そこから自然に落ちるねって、この最後4度落ちるのは、これはまあ自然に死ぬというふうにも取れるし、まあこれが慰めのようにね、最後は慰めで終わるっていう感じですね。こういう全体像なんですけど、この主題の音の数が14個です。14個、これ数えてくれれば分かるんですけど、タイの音はね、1タイになってる音は1つに数えますよ。そうすると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14、ね、個の音です。でこの14というのがとってもバッハにとって意味があります。というのが、さっきのラテンアルファベットを見てもらうとですね、これ A から順番に数字を当てていきますと、 A が1、 B が2っていうふうにいくと、バッハの BACH というバッハのイニシャル、あ、じゃない、綴りはですね、 BACH は 2+1+3+8 で14になるわけです、ね、したがってこれバッハは自分は14という数字で表すことができると考えていました。だからなんかサインするような感じでね、この14という数字、いろんなところにバッハ使うんですけども、この適正率1番の風雅の場合も明らかに14個の音でもって主題を作ることによって、これが自分だよというふうに、これは自分ですと言っているわけですね。で自分、つまりバッハ、その人を表すのが、さっき言ったように順調に行くかと思ったら途中で滑って転んで、しかし飛躍をして、最後はまあ人並みに終わりたいなっていうふうに思ってる、これが主題出ますね。しかしバッハはこの平均率、この適正率を書いた時にはまだ人生の半ば、滑って転んだばっかりのところだったわけです。ですからこれから飛躍できるのかどうかは分からない状態ですね。だからこの後半、主題の後半部はこれからの夢であるわけです。バッハまだそこ
飛躍できるかどうか分かりません。飛躍したいなと思ってるけども、そうできるかどうかは分かりませんねということですね。この後半はまだこれからの話というわけですね。でこの曲ですけど、この曲は、インベーションの一番は22小節でしたが、この曲は27小節あります、うん、この27という数字がまたバッハにとってとても縁があります。というのが、バッハは J.S. バッハ、ヨハン・セバスティアン・バッハといいますか、から J.S. バッハなんですけど、これあの J というのがラテンアルファベットでは I になりますので、 I は9番目、そして S は18番目の数字なんで、9+18は27です。だからバッハにとって27も14と同時に自分なわけですね。でこの曲は27小節で作る。でこの J.S. バッハっていうのを全部足すとね、27+14で41になる。でこの41っていう数字は反対にひっくり返すと14になる。とっても美しい、でバッハはとってもこれを愛していたわけです。それでこの主題ですけど、この、27小節の曲の中に主題が一体何回出てくるか、これが素晴らしいんですけど、まずその前にですね、この主題は今ドから始まりましたね。ドから始まる主題、ドから4度上がって滑って転んで、で跳躍してから5度に上がって6度からこう下がる。これを例えばソから始めると、見てますと、この主題がドレミファソラシの7つのあらゆる音から始まるように書かれています。でそのことをですね、この楽譜では色でちょっと区別しています。で虹の七色に大体合わせて、まあ、ドは赤、ピンクですかね、赤、それからレはオレンジ、ミはミから始まるやつは黄色、だからファから始まるやつが黄緑で、ソから始まるやつ、5度のやつが青、それから6度、ラから始まるやつが薄紫で、シから始まるやつがこれ1個しかないんですけど、紫と、こういう色分けして書きました。で最初からいきますよ。10回、さっき言った神の数字です、10回で、これが13小節目、14小節目の頭まで今弾きました。14小節14、バッハの数です。まず前半は14小節目の頭で
終わりました。この全体の27小節をバッハは14小節目のところで区切っていますね。つまりここが人生の半分っていうところで、バッハので主題のでも数としては10回目です。10回終わったところですね。でここから主題はどんどん密度を濃くしていくんですけれども、注目していただきたいのは14回目の主題のところです。今の14小節目の頭、あの2番目の音から弾きますよ。ここまでで13まで行ったんですけど、ここ14回目の主題、このソプラノに出ます。ここでこの14回目の主題はなんとここで終わってんですね。わかりますか？この14回目の主題は途中の滑って転んだところで終わっています。これはもちろん偶然ではありません。バッハここまで全部ちゃんと作ってきたわけですから、ここでちゃんと14回目の主題も全部出すこともできるはずです。できるのにあえてバッハはこの14回目の主題は途中でぶった切っているわけです。なぜでしょう。これはまさにバッハは今私がここにいるところです。つまり14回目、自分です。自分は今ここにいます。つまりこの滑って転んだところですって言っているかのようですね。でここから私としてはここから飛躍をと続けて、最後は成功した人生にしたいと思っていますが、そうなるかどうかは分かりませんっていう、まさにそのことをここでバッハは言っているようで、であえてだからここ途中で終わって15回目の主題がすぐ始まります。最後に1回しかないんですけど、ここからですね、最後一番最後は24回目がの主題がファから始まって終わりますね。でその後実は25回目の主題というのが始まるんです。で24回目まで主題が出ましたが、24というのは何度も言っているようにこの適正律曲集、つまり長調と短調の数ですね、言うまでもなく、これ24だから24で終わってよかったんです。24で終わっても全然いいのに、バッハはあえてここで25回目の主題を始めますね。ところが25回目の主題というのは今までの主題とは全然違う。最初は同じです。だから明らかにこの主題だよということがわかるんですけど、25回目は4度上がった後、今度は滑って転ばないで、しかし4度を2つを折りますね。だから今度は滑って転ばないけど、1回
原点に戻して、ね、ドにも帰って、そこから今度は下から今度は7度上がり、今度はまた4度上が、4度下がったところから今度は8度まで上がりますね。これが主題、さっきの主題を大きく拡大した形です。でこの25回目の主題は、今までの主題は14個の音からできていましたが、この25回目は今度は27個の音からできています。27個、もちろんそれはバッハの I と S を足した数ですね。27個の音からできた新しい主題を25回目に出す。しかもそれはですね、この新しい25回目の主題は、いっぺん原点に戻って今度は下から、もっと下から、今度は上まで上がる。この最後の音というのはこの曲の中で最高の音で、最高音ですね。さっきのパルティータの一番でも出ましたが、最高の音に上がる。これはもう天に昇るっていうふうに見てもいいですね。でこの場合は24っていう数字は音楽の長調と短調全ての数ですから、この場合音楽の世界全体を表すのがこの24という数字です。だから24というので、要するにこの世の全てという意味を考えてもいいですね。でこの世の全てはやりました、やった後25回目が始まる。これは全然違う、今までとは全然違う。これはキリスト教的に言えば死んでよみがえるっていう話になります。まあ、我々もその死んだらいっぺん黄泉に下って、そこからキリストに救われて天に上げられるっていう、まあ、そういう信仰があるわけですけど、バッハももちろんそれを信じていたわけで、だから最後はいっぺん死ぬけども、死んで元に戻るけども、今度は下の方からまた読み替えて天まで行きたいものだと、そういうふうにこの25回目で、力強く彼は主張しているわけです、ね、だからこの、フーガにはバッハが今までの自分の人生、それからこれからの人生のどうなっていく、いきたいかということ、それから死んだ後のことまでここに書き込んでいるわけです。で、これを弾く人たちにみんなそのことを考えてねって、つまり自分の人生が今までどうだったのか、これからどうなっていくのか、死んだ後はどうなるのか、そんなことまで考えてねって言ってるわけですね。それがこの教材、これが生徒のための教育のための教材であるという意味はそこにあるわけです。つまり単に指の練習だとか譜読みの練習だとかね、そういうことも大事ですけども、その音楽っていうのは、つまり人生ってどんなもんとか、この世界とは何かとか、宇宙とは何かとか、自然とは何かとか、神様はどういう人なのとか、そういうことを考える、手段になるよ。音楽はそのことを表しているんだよということをバッハはここで何とかして言いたい、そのことが伝わってきますね。だから弾くたびにその人生について、この世について考えるようにバッハは考えるというか、音楽ですから考えるだけじゃないですね、感じる。まあ音楽には知性と直感と、それから感覚と感情、この4つの我々の心の要素が全部音楽には、しかも同時進行で入るんですね。知性、まあ理性といってもいい、まあ理屈の部分ですね、知性、感情ですね、感情、それから感覚、直感、この4大要素ね、これは覚えておいてください。必ず皆さんも音楽に触れるときに、それを理性で捉える、感情で捉える、感覚で捉える、直感で捉える、この4つの捉え方を常に全開にしとかないと
音楽っていうのは捉えられない、偏ったことになります。感情だけで捉える、あるいは理屈だけで捉えると音楽はちょっと理解できません。ね、そのことをで、そのことをこのバッハほど しっかりこう我々に何というか、もうこれでもかこれでもかっていうぐらいに分かるように分かるように、あのこうか譜面に書き込んでいて、それはとっても教育的なんですね。あのそのことを考えると、私なんかもこの年になってまだまだバッハの言いたかったことを、ああそういうことかっていうふうにですね、悟らされる毎日です、ね、だからとってもありがたい教材であるわけですね、これね。もう一度この曲をあの弾いていますが、そのこれあのこれを音符の形、音の動きをなぞったの絵を用意してもらいましたので、ちょっとそれを見ながらもう一度聴いてみてください。包まれるように書かれていますね。ちょっとはバッハのやっていることに少しあの思いをいたしてもらえるようになりましたでしょうかね。あのまだまだこんなのは序の口で、実はバッハの作品にはこういうことがいっぱいあってですね、とてもじゃないけど、こんな短い時間には語れません。まあ、それはもう毎回そう言ってることですが、まあ、この、今のが適正率、曲集、これ24あって、で、この時にバッハは、
あの二度目の奥さんのためにね、あのアンナ・マグダレーヌ・ワッハのための音楽帳というのを作って、音楽帳というのは、まあ、ノートですね、ノートブックを作って、あの家に置いて、いつみんなで弾いて楽しもうねっていうようなね、そういうのを作ったんですけど、そのうちのいくつかが残っています。でその中にフランス組曲、後にフランス組曲になるあの舞曲やなんかがあるんですね。でバッハの音楽の中でやっぱり舞曲っていうのが一つの大きな柱になります。今までね、このフーガとか、あれは先週はファンタジーというようなものを弾きましたけど、舞曲でこれは当然はもともと踊りがつくものであったわけですね。で当時ですからバロックダンスといわれるあの踊りです。でまあどんなようなものかっていうのをちょっと見せます。このイギリス組曲1番 あのクーラントの部分、先週も言いましたけど、これはあのイギリス組曲っていうのは特にあのバッハが先輩たちの、やった仕事にね、こう敬意を表示するとかいっぱいあるんですけど、この1番の1番っていうイギリス組曲1番はあのフランスの先輩たちを特にあの意識した音楽で、このクーラントがいっぱいあります。クーラント4つもあります。ちょっとその部分を出してください。Thank you.
これが一番のクーラントですけど、この三拍子の三拍目のところでいつもトリルがあって、そこに重さが来るように書かれてますね。いつも三拍目でアクセントで、これはクーラントの踊りが三拍目のところでギュッとこう体伸び上がるんで、そこに合わせてるわけですね。バッハはこのように踊りに対してもとっても忠実に、忠実に、つまり自分はやっぱり舞曲を書くにしてもいい加減な気持ちで書くんではなくて、ちゃんとその元の踊りの体の動きをできるだけ音楽がそのなぞるように書くんですね。やっぱりとっても真面目な発想です。あんまりそこでね外れたことはしないんですね。だから特にイギリス組曲は最初の組曲でもありますから、バッハとっても元の踊りに忠実に書いています。ところがフランス組曲になってくると少し自由になって、ちょっと踊りもうそんなに踊りに縛られてはいない。そして最後の組曲集と言われるパルティータですけどね、まあ、他にもいっぱい単発の組曲はあるんですけど、まあ、まとまった形としてはパルティータが最後ので、これになるともうまああんまりもうクーラントだサラバンドだとか言ってもですね、もうあんまよくわからない。もう踊りとの関係はもう音楽がだーっと溢れちゃってね、でももうその傾向はイギリス組曲の段階で見えていて、イギリス組曲でも6番、1番はね今言ったように本当に元の舞曲踊りに忠実なんですけど、6番になるともう例えばジグ、6番のジグはね、
こんなのはもうこんなのはバロックダンスとはほとんど縁がないというか、こんなジグはまあないと言っていいぐらいの、かなり、外れてきていますね。でそれがバルティータになるとほとんどみんなこんな感じで、だけど、ね、やっぱり元の踊りの重要なところっていうのはちゃんともちろんあるんですけど、例えばパルティータ6番のサラバンドなんてね、6番は初めからとってもドラマティックでね、まあこれにもいろんな意味があって、これ語り出すとまた1時間かかりますからやめますが、とにかくバッハですからやることが何重にも重なって意味があるわけです。この二重底三重底になっていて、ここがそこかと思うとさらにもう一つ底があったりするわけですね、うん。それでこのパルティータっていうのが6曲がクラビア練習曲集という、クラビアユーブミュンというね、曲集にバッハまとめて出版しました。これ当時としては出版するっていうのは、まあ売るためじゃなくて、まあなんていうか記念碑的な意味でね、出版というのは後にはね、ベートーベンの時代には出版してその楽譜を売って稼ごうという世の中になりますけど、バッハの頃は出版して稼ぐというのは目的じゃないんですね。まあもちろん売れてくれた方がいいにはいいけどっていうような感じです。でこのパルティータ6曲がクラビア練習曲集第1巻、バッハの作品1っていうふうになるんですけど、その後作品2はないんですねだから作品1だけなんですけど、でもクラビア練習曲集はその後も続いていて、第2巻っていうのがよくご存知、皆さんよくご存知のイタリア風協奏曲、イタリアンコンチェルトですね。このイタリアはフルートのための協奏曲だったというふうに言われています。でこれ、ここを一つバッハの押さえておきたいところなんですけど、バッハっていうのは最初に作った曲をそのままほったらかしにしないで、何度も何度も書き直して、もっといい形がないのか、もっとこう音楽が深められないのかっていうふうに何度も何度も書き直す人だったんですね。だから最初がどんな形だったかもう分かんなくなっちゃってるのがいっぱいあるわけです。このイタリア風協奏曲もそうです。最初はフルート協奏曲だったかもしれないんですけど、もう分かんなくなっちゃっています。でそういうのがいっぱいあるんですね、バッハの音楽は。たまたまその最初の形が残っている曲なんかも時々はあるんですけど、大体はもうなくなっちゃっています。でこのクラビア練習曲集第2巻はイタリア風協奏曲と、それからフランス風序曲ね、これも素晴らしい曲なんですけど、この
んな風にね、いきますが、これを曲はこの今のが序曲の部分ですけど、序曲の後クーラントとかサラワントとか来ますけど、これはまたね最初のイギリス組曲の時代にバッハは戻っていて、あの踊りに忠実に作ったんですね。この踊りに忠実といってもかなり応用問題的にな部分があるんですけど、やっぱり3拍目に力が入るというか、あの3拍目に筋肉が動くっていう感じはありますけど、かなりイギリス曲よりは高度というか複雑になってますね。まあ、これはこれで面白いんですが、その後にバッハが作ったのがあのゴールドベルク変奏曲ですね。今鍵盤曲ばっかりの鍵盤曲の話しかしてませんよ。他にもいっぱいバッハはねもちろんあの曲を書いているわけですが、今鍵盤曲だけをこの講義では追いかけてますが、ね、でゴールドベルク変奏曲はこれはもちろんこれだけ語っても前期いっぱいかかるぐらいの大変なあの曲なので、もうしかもこれに関してはね、あのいっぱいいろんな人がいろんなことを言ってますから、皆さんもあのウィキペディアでも見れば散々いろんな情報が手に入りますから、ここではあまり言いませんが、これでおあの知っておいてほしいのは、このゴールドベルク変奏曲というのはそのこの頃のね音楽を教え方から出て、教えるそのレッスンの現場からこれは出てきてるわけですね。あのまずこのゴールドベルク変奏曲の骨組みになってるバスがね、こういうバス進行がこれのテーマになるわけですね。で、これの上にいろんなものを即興的に先生と生徒の間で つまり今度今先生がやったら次は生徒をやって、また先生がやるということをやりながらレッスン、まずこの頃の音楽のレッスンというのはこういう即興演奏の受け答え、即興演奏でどんどん音楽を作っていく、それをまずやったわけです。でその即興演奏のテーマとしてこの今のバス進行がすごく人気があったんですね。でこれでもって、だからいつもやっているこの先生と生徒が即興的に変奏をどん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 やっていく、応酬していく、これを一つの曲の形にしたのがあのゴールドベルク変奏曲なわけです。あれはもう大変な、もういろんなことが中にはありますから、その語ることはいっぱいあるんですけど、でも基本はそこにあるわけですね。例えばですけど、あの来週の話に出てくるかもしれませんけど、あのモーツァルトです。モーツァルトがクレメンティと腕比べをしたっていう話があります。1782年の12月24日ですけど、でその 今をときめく2人の大作曲家、大演奏家モーツァルトさんとクレメンティさんを呼んで、ウィーンの宮廷で、宮殿でね、王様がいるところで、あの王様の前でもって腕比べをする。さあね、この腕比べっていうけど実際には何をやるか、やっぱりそこでもですね即興演奏の試合をやるわけです。でやっぱり同じテーマを与えて、例えば王様がテーマ、このテーマでやってみろって言ってね、まあみんなが知ってるようなテーマを
与えるわけですね。そうすると2人がそれをこう今順番に代わる代わる、それにそれを変装して、即興的に変装をして、繰り広げていく、ね、でどっちがうまいかそこに居合わせたみんなで判断するみたいな、そういうのが腕比べ。もちろんその後にね、じゃあモーツァルトさんの最近の作ったソナタをやってください、クレメンティーノさんのソナタやってくださいっていう、そういう部分もあるわけですけど、一番のやっぱり見せ場はこの即興演奏の試合です、ね、これはだけど今言ったように、生徒が先生に教える時も同じことをやっていたわけです、ね、でそのことについてちょっと言っておきたいのは、この頃のね、だからバッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパンあたりまでの、つまり音楽家がコンサートをする、みんなの前で弾くっていう時に一体何を弾いたのか、それはね、半分以上即興演奏だったんです。できた曲なんか弾かなかったんです、あんまり。もちろん一番いいところでそのちゃんと作曲した曲をもちろん弾きましたよ、弾きましたけど、時間的には半分ぐらいは即興演奏だから、例えばショパンさんの演奏を聴きに行きましょうっていう時に、みんなが期待してるのは今日はどんな即興をやるんだろうということをみんな期待してるわけです。もちろんそのワルツとか、スケルツォとかそういうのを聞きたいですよ、そういうのも聞きたいけど、そういうことよりも即興演奏に期待してた。ちょうど今 のジャズのミュージシャンにみんなが期待するようなのと同じですね。つまり今の我々っていうのは、その音楽が 分業化されちゃったんですね。クラシックの音楽家は譜面を弾く、ジャズの音楽家は即興演奏をする、そういうなんかもうワンパターンに分割化されてしまったんです、ずっと長い間ね、この長い20世紀特に後半はそうです。ところがそんな分業はつい最近まで全然なかったわけです。もちろんバッハの頃もなかったわけです。つまり音楽家というのは即興演奏もやり、それから楽譜に書かれたちゃんとした曲も弾く、もうそれ両方やらなくちゃいけなかったし、それが音楽家だったわけですね。でそれはやっぱり今これから蘇らないといけないというふうに私は思っています。やっぱり音楽家というのは即興演奏をやりたい、ね、その時にこうやってくる音楽をやりたいですよね。それをもちろんやってこないこともありますね、全然つまんないことしかできない時もありますが、もう信じられないぐらい面白いことができる時もある。これが即興のいいところですね。つまりやってる本人もびっくりしながら弾いてるっていうことがあるわけですね。すごいな今日は俺はみたいなね、そういうこともあります ね、そういう楽しみが音楽で、それがねゴールドベル変奏曲というとっても精密に書かれた譜面、あそこには即興の要素なんか全然感じられないかもしれませんが、実はあれの母体になってたのはバッハが弟子たちとやっていたその即興演奏のレッスンが母体になっているということを覚えておいてください。それで、まあ、ゴールドベル変奏曲の後はバッハが書いた鍵盤曲といえばもうフーガの技法になるわけです。最後の曲ですね、最後の鍵盤曲。フーガの技法はそれこそオーケストラ編曲とかさまざまな編曲で、つまりいろんな楽器の人がやりますね。もともと楽器の指定がないのでね。でも明らかにあれは鍵盤曲です。そしてクラビア練習曲の練習曲集の第5巻としてバッハが計画したことは明白です。ところがこれがちゃんと出来上がったのかどうかが疑問な曲でもあります。さすがにバッハもね、もう、晩年になるとですね、ずっと白内障を患っていて、どんどん目が霞んでくるんですかね、あれはね。で、それからやっぱり 脳血管障害、最後は結局バッハは 脳梗塞で死ぬんですけど、やっぱり
んまりねコレステロールの高いもの食べてる感じなんですよバッハバッハがどんなものを食べてたかっていうのはねあんまり資料は残ってないんですけど時々バッハが出席した パーティーのメニューが残ってる、うん、でそれを見るともうなんとかの砂糖漬けなんとかの砂糖漬けとかねそれから子牛と豚と羊の肉とかねまあ野菜ももちろんあるんだけれどもこれ食べろって言われると今でもちょっとこれ困るなっていうぐらいコレステロールですね私だったらちょっとこれは残すなっていう感じのでも当時のやっぱりドイツはそういうものしかなかったのかもしれないしそれが一番の贅沢であったかもしれませんだからあんまりバッハはスリムな体ではないですね今肖像画が残ってますけどね、まあ当時やっぱりコレステロールなんていう発想もなかっただろうしまあそういうわけであんまり長生きできないのもしょうがないねっていうところがまあ、今から考えればねあるわけですが、まあそんなふうでその風雅の技法も最後までできたかどうかちょっと疑問ですいろいろあれにはまたあれで謎があってこの謎がまたやりだすと面白くてしょうがないんですけども、それは触れることができませんが今回はねまあそんなふうで、さらにですねバッハの鍵盤曲は彼が残したそういうものだけじゃなくってですねバッハの他の楽器のための曲を編曲するということも盛んに行われてきたわけです今までの間にね特にそれの、トップに位するのがシャコンヌですねでシャコンヌちょっとこれはみんなが編曲して本当に編曲このシャコンヌの編曲だけ集めても何百種類もあるんじゃないかっていうぐらい編曲がたくさんあります私もやってみました。まあそのようにシャコンヌあれもねシャコンヌも踊り舞曲であるわけです。ピアノの人がよく弾くブゾーニ版の編曲版というのはあれは素晴らしいんですけど舞曲の部分が無視されてますね。であれもねやっぱり舞曲としてまず弾かなければいけないシャコンヌっていうのは割と活発な踊りなんですねですから私の編曲今ちょっと弾きますけどThank you.
これもですね、1720年にバッハが書いた曲なんですが、やっぱり今のところでやっぱオルフェウスの物語をね、これバッハがやってることが分かりますね。つまり今のアルペジオがずっと続きました。あれがオルフェウスがリュートを弾いているところで、そしてここの今のここの部分からオルフェウスが黄泉に下って、ね、地獄の番人たちをこう説得する場面に入るんですけど、まあ長いのでこの辺にしておきますけど、こういうふうにシャコンヌみたいなものはやっぱりバイオリニストにとっても重要なレパートリーですけど、やっぱりこのぐらいの名曲になるとバイオリニストにだけ任しておくわけにはいかんということで、我々も自分なりの編曲でシャコンヌをね楽しむことが許されるというのは、バッハ自身もですね、バッハももちろんバイオリンでこの弾くこともできたと思いますが、やっぱりバッハ自身も鍵盤でこのバイオリン曲を弾いていたようです。そのことが弟子たちが報告しています。駆け足になっちゃいましたけど、バッハの音楽を鍵盤曲をまた大体最初から最後までやりました。はい、それではおしまい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。